ようこそ手塚様全画チャンネルのなにがしでございます。今回は生命の尊厳と人間の性への執着と欲望を描いた幻の SF 作品ダストエイトをご紹介いたします。こちらはですね、手塚先生がどうしても出版したくなかった作品の筆頭にこの作品を挙げるぐらい単行本化を嫌った曰くの作品でございます。そのためですね、ファンの間では幻の SF 作品となってしまった異色作について今回は解説してまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではあらすじから追っていきましょう。この作品はですね、冒頭から衝撃の飛行機墜落事故から始まります。落ちたところはですね、命の山と呼ばれるところで、本来全員死亡のところ、命の山のかけらである石を偶然にも手にした8名だけが生き延びてしまうんですね。本来は死ぬべき人間であったとして、この命の山の使いの者がですね、魂だけ人間に憑依して生き残った人間から命の石を奪い返すというストーリーになっております。このタイトルのダストエイトはですね、この生き残った8人それぞれのエピソードが描かれているところに由来しております。それぞれのエピソードにはですね、石を手にして再び生命を得た人間一人一人のドラマを描き、それを奪い返す使いの者たちとの、人生観、死生観を描いた短編的作品が8つ集まってですね、それをくっつけたような構成になっています。生と死がですね、この織りなす人間ドラマというのはですね、手塚漫画の根源とも言えるテーマで、このダストエイトもですね、現代版火の鳥とも言えなくない漫画なんですけれども、実は全く人気がなかったんですね。ですので、もともとはダスト18、ダスト18としてですね、連載がスタートしたにもかかわらず人気がないため、18人のエピソードを描く前に途中打ち切りになります。結果的にダスト8とですね、改編されることになった曰く付きの作品になっております。手塚先生もですね、どうしても出版したくなかった作品の筆頭にこの作品を挙げるぐらい、まあどうしようもなかった作品だったと回顧しております。ちなみに残りの作品はですね、アラバスターとブルーン外星とハリケーン Z になっております。アラバスターの方はですね、別の動画も用意しておりますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ参考になさってみてください。そしてですね、このダスト8についてはですね、全集版の掲載に際し内容の極端な変更はあまりしない建前ですが、このダスト8だけはその原則を破りましたと語っております。ですがですね、先ほどのアラバスタもめちゃめちゃ原則破ってですね、改変しておりますので、ここら辺はですね、手塚あるあるの一つとして受け取ってもらえればよろしいかと思います。ともかくですね、単行本化に大反対した作品であることは間違いありません。そして恒例のですね、手塚先生恒例とも言える大修正が始まるんですけれども、この改編もですね、今回も半端じゃありません。これにおいてはですね、タイトルも、18から8に変えたりですね、エピソードの入れ替えを行ったり、キャラクターの名前や設定も変えていますし、新たなエピソードの追加もあります。手塚先生が修正を加えることはですね、毎度おなじみなことなんですけれども、本作に至ってはですね、ラストまでもが書き換えるという、かなり大幅な改編作となっております。おのずとですね、初版のダスト18は封印されることになり、コレクターズアイテムになってしまいますね。ファンにとっては幻の作品になってしまったということです。しかしですね、手塚治虫生誕90周年の記念出版として2018年に復刊として解禁されております。実に手塚先生の死後30年後のことであり、初版から数えますとなんと47年後の解禁になっております。雑誌掲載時の内容がですね、再現されており、未使用エピソードや未使用のカットも掲載されておりまして、ファンにとっては嬉しい復刻版となっております。ちなみに僕が今復刻版と申し上げましたが、正式には復刻版として歌っておりません。それはですね、わずか2ページだけですが、改編されたページを使用しておりますので、正式な復刻版としての記述をしておりません。しかしそれ以外はほぼ初版のまま掲載されておりますので、十分改編前の作品として楽しめますし、そうですね、もう復刻版といっても、何ら支障はないぐらいの作品となっております。
します。そして見どころは改編前と後では完全に別の物語として成立してしまっている手塚治虫の変態編集技術と、納得いかないことにはとことんこだわる変態的な執着技術というのをね、ぜひ堪能してみてほしいと思います。こちらはですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。さて、こちらの作品がですね、なぜ人気が出なかったのをちょっと探ってみたいなと思うんですが、アラバスターとですね、時期も被るので手塚先生のスランプ時期であったということも要因の一つではありますし、まあ現に先生自身もね、漫画家人生で最も暗く不愉快な時期、暗黒の時代だったと語っております。まあ確かにね、それもあるんですけれども、まあアラバスターの時にも触れましたが、暗黒期であってもですね、火の鳥のような後世に残る傑作も数多く世に送り出していますしですね、その一言で片付けてしまうのはちょっと乱暴かなと思います。ちょっと違う側面から見てみますと、この時代はまさに劇画ブームの真っただ中にあったんですね。巨人の星や明日のジョーなどスポコンものが流行り、デビルマン、マジンガー Z、キカイダーなどのね、男の子が喜ぶものが、主に受けていました。一大ムーブメントを起こしました、いわゆる手塚系と呼ばれる鉄腕アトムのようなね、丸っこいタッチというのはこの時代には好まれておらずですね、手塚治虫はもう終わったと言われていた時代背景があります。終わったと言われていたとはいえ、同時期には火の鳥、ブッダ、綾子などの傑作も残しています。しかしこれらの作風はいわゆる青年誌タッチで、このダストエイトのような少年誌タッチではなかったんですね。つまり同時期に発表されていたとはいえ、手塚治虫の代表作ともなる作品は青年誌タッチで、このダストエイトや同時期のサンダーマスクといった、少年漫画タッチはですね、どれも人気が低迷し、いずれも打ち切りの浮き目にあっているんですね。そしてこの点を踏まえよく見てみますと、このダストエイトは少年誌向けタッチと青年誌向けタッチが混在しており、作品としての統一性に欠け、手塚先生自身のね、迷いというものが見受けられます。まあ必要以上にね、意識していたんだなという苦悩が垣間見ることができます。タッチだけでなく内容も少し難しい感じがしますね。実は命の山の使いのものがダスト8ではコンビの設定であったものが、ダスト18ではコンビではなく命を奪うものと救うものとして分かれて描かれており、ダスト8とは全く真逆の設定になっております。これによりですね、命を奪うものと救うものと生き延びようとするもののそれぞれの葛藤や苦悩が描かれており、この物語を面白くさせている要因ではあるのですが、当時の子供たちにはですね、こういう死んでいくものの心の揺れ動く様などはですね、全く興味のなかったことだと思います。まあ生命参加なんてね、微塵も響かなかったんだと思いますよ。当時はですね、スポコンやマジンガー Z のようなね、シンプルなものが、好まれておりました。分かりやすいものが人気だったんですね。まあ、はっきり言ってね、この生命参加とかいうものがね、ちょっと難しすぎたんじゃないかなと思います。現代版火の鳥と例えたようにですね、生と死をテーマに扱ったところで子どもたちには、まあ、ちょっと届かなかったということですね。まあ、ちょっとアダルト設定が高すぎたということですかね。まあ、いわゆるその手塚のね、児童インテリ漫画作品だったということですね。さらに小回りの方もですね、最初は芸術的描写や、西洋哲学思想っていうのもね、感じられる構成だったんですけれども、まあ、物語が進むにつれてコマは大きくなりましたし、まあ、絵も大きく分かりやすくなってですね、少年誌向けの作風に変わっていくのがまあ見て取れます。というかね、まあ流行るわけないんですよね、こんなんがね。ちょっとまあ難しすぎたということでしょう。まあ、今読んだらね、全然そんなことはないんですけれども、当時の少年向け漫画と比較すると圧倒的な違いがあったことと思います。ですからリアルタイムでこのダスト18を夢中で読んでいた子どもたちは、普通の子より、感受性が強くですね、インテリ要素を持ち合わせていたんじゃないかなと思います。それくらい本質的には異彩を放っていた少年漫画であったことと思います。だからといってこの作品自体が手塚先生が嫌うほどダサくであったかという
とそうではありません。実は2019年にはですね、このダスト8が悪魔と天使というタイトルで主演水木有沙さんで舞台化されております。全くどんな脚本になっているのかは存じ上げませんが、まあこの原作がですね、とんでもないクソ原作であったとするならばですね、とても舞台化の原作になるはずもありません。やはり骨格がしっかりとしており、生と死というテーマ性も持ち合わせ、人々の心に響く原作であるからこそ舞台の題材として選ばれているのだと思います。ぜひこの手塚治虫の幻と言われたダスト8、そしてダスト18を読んでみてください。個人的には改編前のダスト18の方が読み応えがあって面白かったと思います。というわけで今回は手塚治虫幻の名作ダスト8、ダスト18のご紹介でした。ぜひ動画の感想をお寄せください。いいねもいただけますと励みになります。今後とも配信動画を見逃さないためにもチャンネル登録もお願いします。それでは最後までご視聴くださりましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。